ビートルズ、レノン・マッカートニー・ポール・マッカートニーと、ジョン・レノン・レノン・マッカートニーは、ジョン・レノンとポール・マッカートニーが作詞、作曲した楽曲における、共同名義。ビートルズの活動期間中に公式に発表された全213曲中144曲が、レノン・マッカートニー・名義の曲で、二人の共作、またはどちらか一人が単独で作詞。 作曲をしていてもこの名義を使っている。デビューシングル版 Love Me Do PS I ラブユーはレノン・マッカートニー2枚目 Please Please Me Ask Me w h i t 3枚目のシングル From Me To You サンキューガールおよびアルバム Please Please Me はマッカートニーレノンアルバム Hard Days Night ではジョイレイネンポール・マッカートニーと表記されている。 この名義は主にイギリスで使われていて、その他にも、レノン、マッカートニー、アメリカでは、フルネーム表記が多く、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーやジョン・レノンポール・マッカートニー、または、名前のみをイニシャルにした、J ・レノン・ P ・マッカートニーなどと表記されている。ジョン・レノンは、ボールと僕は、15の時に、取り決めを作ったんだよ。法律的なものじゃないんだけれども、 協力して、曲を書こうって決めたとき、それが何であっても、二人の名前で出すことにするって取り決めをねと1980年に述べている。デビュー前に二人が作った曲としては、One After 909, I'll Be, On My Way などが挙げられる。この名義をジョンとポールが使い始めた当初は、作詞、作曲への貢献度が高い方の名前を先に入れるようにしていたが、 それも徹底したものではなかったようで、1963年に、アルファベットでは、L が M の前に来る、口に出した時の五感の良さ、ジョンの方が、年上等という理由により、貢献度に関係なくジョンの名前を先に入れることになった。基本的には、リードボーカル、または、主旋律を歌っている方が、メインで作詞、作曲を行っていることが多い。 ただし、ジョージ・ハリスンとリンゴ・スターがリードボーカルを取っている楽曲については、ジョンとポールのどちらがメインで作ったかは曲によって異なっている。作詞作曲の過程や二人の貢献度の割合は楽曲によって大きく異なる。初期のシングル曲は、ジョンとポールの共作が多く、特に1963年は発売された4枚のシングル中、 プリーズプリーズミ a を除く3枚がジョンとポールの完全な共作曲である。一方が曲を作った場合のケースでは、具体例として、ミッシェルの場合、ポールが、こういう曲を作ってみたんだけど、どうも何かが足りないんだとジョンに相談した。するとジョンが、サビ部分をコーラスにしてみたらどうだいと助言して曲が完成した。結局、この部分が、 同曲の中で最も印象的なフレーズになった。ポールのライブアルバム、バックインザ・ us マイナスライブ2002のライマーノーツでは、同アルバムに収録されている、レノン・マッカートニーの作品のすべての作曲者名を、ポール・マッカートニージョン・レノンと表記したので、小野陽子がポールへの提訴を検討していると報道された。しかし、ポールがソロで歌う場合、特にジョンが、 作詞作曲に全く関与していない曲においては名義を逆にしても良いという了解事項がジョンとの間にあったという。レノン・マッカートニー名義で発表されたものはビートルズ以外にも1969年にジョン・レノンがプラスティック・オノ・バンド名義で発表したシングル版平和をガトーニはジョンとヨーコの共作であるにもかかわらずレノン・マッカートニーのクレジットになっており ビートルズ関連の作品としては、唯一の例外である。このことについて、生前のジョンは前述した、プレイボーイインタビュージョン・レノイで、ビートルズから離れることへの後ろめたさのようなものがあったからであると語っていた。また、ブライアン・エプスタインがプロデュースした他のグループや、ブライアンの死後にアップルコアからデビューしたピーターゴードン、メリー・ホプキンなどのアーティストにジョンとポールが曲を、 提供した際にも、レノン・マッカートニーとクレジットされた。これらの曲は、1979年に、コンピレーションアルバム、ザ・ソングズ・レノンマッカートニー・ウェイブ・アウェイとして EMI から、リリースされた。一部の曲は、ビートルズとしても演奏、録音されており、ザ・ビートルズ・ライブ、アット・ザ・ BBC や、ザ・ビートルズ・アンソロジーに収録されている。また、デビュー前には、 デッカ者のオーディションにおいて、ハローリトルガール、ライクドリーマーズドゥラブオブザラブドの3曲が録音された。ありがとうございます。